今日は日曜日なのでやっていきましょう。セブンナイツ世界一決定戦レジェンドマッチ。それでは、今回も3位決定戦と決勝を実況していきたいと思います。まずおさらいとして、前回の王者ベッケンバーバー選手と3位のダークエムチさん、今回も登場しています。さらに前回同様、今回も人気ランキング1位のドラえもんさんも登場していますが、相次ぐ敗戦が続き波乱が起きています。それでは3位決定戦の時間が来ましたのでいきましょう。まず左側がベルムチさん、ベルドーさん、ちょっとわかんないんでベルさんと呼んでいきましょう。この方はドラえもんさんがいた B グループから上がってきました。そして右側レイさん、こちらはですね、死の D グループと呼ばれている前回王者と3位がいるグループから勝ち上がってきました。間違いなくツアモンですね。そしてパーティーは現段階最強テンプルですね。にしても同じパーティー、同じギルド、同じ敏捷性、差が出るとしたらペットですかね。ペットについてまとめた動画は、最近出しましたので、詳しくはそちらを見てください。概要欄に貼っておきますね。そんなことを言ってないで早速いきましょう。ここで補足ですが、覚醒シルビアがですね、本当に強くて、デロンズやカールヘロン、それ以上に必須のキャラクターになりましたね。死んでから4ターンでき、いや本当に強い、4ターンですよ。後日覚醒シルビアをまとめた動画を出したいと思います。いや本当にぶっ壊れなんで注目です。なのでターン減少スキルをいかに駆使していくかが鍵になると思います。そういった先にシルビアをダウンさせたのはベルさんです。いやこのデロンズの衣装かっこいいな。さあ姫の通常攻撃が入り、カールエロンのスキルを使います。もっとレイさんもカールエロンと、おっとこれは痛いですね。思いっきり刺されました。さらにバフ現象もついています。さあお互い殴り合ってきました。カールエロンの覚醒スキル、これが痛いですね。しかしベルさんのキリエルが、これは流星群ですね。魔法ダメージをダブルで与え、さらに貫通、そして単性バフ2ターン減少、これでイーブンですね。うわカールヘロンの覚醒スキルきました。全体 250% 物理ダメージで4体倒れ、2ターンの間ほぼ確定観点がシルビアに入り、何もできないですね。これはひどい。いやまさか3位決定戦でこんなボコボコにされると思いませんでしたね。いやまさに完封勝ち、ベルミチさん3位でございます。おめでとうございます。さあいよいよ決勝でございます。左が生きてるギルの募集さんで合ってんのかな、ギルさんでいきましょう。で右側がドログバさんです。それでは世界一決定戦決勝いきたいと思います。スタートにしてもセインのハロウィンの衣装、あれ可愛いですね。と早速ドログバさんが、ギルさんのシルビアを先にダウン。やっぱりカールヘロンですね。しかしカエルの貫通がヒット、差を縮めましたね。いやカエル強いですよね。さあ来ました来ました、キルエル少し削りましたね。さあカールヘロン来ました。地道に削っていきます。ほぼ互角ですね。ここでドログバさんのキリエルの流星群、貫通ダメージと単性ターン減少を含むので、これでまた流れはドログバさんです。さあこっちもキリエル黙ってませんよ。しかしやっぱりちょっと差がありますね。お互いカールヘロンのスキルを使い、キリエルが変な位置でフルボッコに合い、いやまたもや1対5ですね。うーわ姫大爆発、決まったパーフェクトゲーム。今回のレジェンドマッチ王者はドログバさんです。おめでとうございます。ジオグロチコである。